こんにちは、獣医師の藤村です。愛犬にずっと元気で長生きしてほしいと願うのは、飼い主として当然のね、自然なことだと思います。でも愛犬も年を取ります。いつかはあなたの手厚い介護が必要になる時が来ます。この動画では高齢犬の介護が必要になる前兆5選ということで解説していきます。もしこの動画の内容を知らないと、高齢犬が示す健康上の問題を、ね、見逃してしまって、適切な治療や介護の機会を逃すことがあります。あとですね、ワンちゃんの健康状態の悪化に気づかず、必要なケアや治療を受けさせるのが遅れる可能性があります。手遅れになったりすることもあるよってことですね。あと健康問題が悪化した場合、治療費が増加する可能性があります。高くつくかもしれないよってことですね。逆にね、この動画の内容を知ることで、高齢犬の健康問題を早期に発見し、適切なケアや治療を行うことができるようになります。愛犬の健康を維持し、可能な限り健康的な生活を長く続けることもできるようになるでしょうし、健康問題の、ね、早期対応によって、長期的な医療費の、ね、削減が期待できたりもします。なのでね、最後まで見てもらいたいんですけど、関節炎とかね、歯周病とかね、内臓の病気なんかによってですね、強い痛みに苦しんでいる高齢犬の診察をね、することがあるんですけども、飼い主さんからね、痛みは老化の一部だから、治療しなくていいです、みたいなことを言われたりするんですよ。でもさすがにね、イラッとくるんですよね。これはね、誤解なんですよね、こういうのってね。ある意味なんかこう、まことしやかにね、そういうことを言われることもある。他にもいろんなことがあるんですけど、例えばの話なんですけどね、一つ具体例挙げるとこういうことな、文字差あるんですけど、痛みによってね、食べれなくなったりとか、眠れなくなったりするわけなんですよ。高齢犬であろうがね、子犬であろうが、成犬であろうがね。またね、治療することでね、こう痛みを取り除くことができる可能性だってあるわけです。この動画をね、作ろうと思ったのは、そんな誤解をね、なくしていきたいなっていうね、私のね、強い思いがあってのことなんですね。ですのでね、最後までご覧になってほしいと思います。で、高齢犬のね、介護が必要になる前兆の一つ目としては、運動量が低下する。以前より、運動量が減少して減ってきてね、散歩や遊びに対する興味が薄れてきます。結構高齢になるとね、こう、なんか、ね、運動量が減ってくることってあると思うんですけど、で、散歩に来たがらないとかね、あんまり遊ばなくなったとかね、あると思うんですけど、ではどうしてね、その運動量が減少することがあるのかっていうと、例えば高齢犬の場合だと、関節炎で足腰が痛いとか、老化してくるとね、関節がね、こう、なんていうかな、こう、弱ってきてね、体の重みとか、老化によって、関節に痛みが出てくることがあるんですね。で、それで足腰が痛いとか、あと心臓病で疲れやすくなってたりとか、特に小型犬なんかはね、僧帽弁閉鎖不全症っていうね、心臓病になりやすいんですけど、心臓っていうのは全身に血液を送ってて、で血液っていうのはね、酸素を送ってたりするんで、心臓病になってくると、全身に血液を送ってね、この酸素を行き渡らせるっていう能力が落ちてくるんで、疲れやすくなったりとかね。あと、呼吸器の病気で運動すると、息を切らしやすくなったりとかね、なんとかな、こう、呼吸器官支炎とかね、病気とかね、いろいろこう、肺炎になったりとかね。もろもろのことで、こう、息を切らしやすいってことも考えられるわけです。それでね、やっぱ運動したがらなくなって、運動量が落ちてきて、さらに運動量が落ちると筋力が落ちますよね。運動しなかったら筋肉落ちますよね。そうすると、筋肉落ちてくると、こう、転びやすくなったりとかね、怪我しやすくなったり、転びやすくなるってことは、怪我しやすくなることなんで、階段上り下りとかでね、踏み外したりとかね、足をね。そういったことで怪我したりとかして、結果寝たきりになって、介護が必要になる可能性があるわけなんですね。なので、運動量が落ちてくるっていうのは、やっぱり介護がね、必要になってくる前兆だと、一つ言えるということですね。あと二つ目、前兆二つ目としては、視力が落ちる。ワンちゃんもですね、老化によって白内障になりやすくなったりします。あと、緑内障っていうね、白内障じゃなくても緑内障っていうね、こう、恐ろしい目の病気があるんですけど、これも原因の一つは老化が
あって、で、いずれにしても視力が落ちてきます。特に緑内障だとね、治療が遅れると失明することもあります。で、視力が落ちてくると、例えば電柱などのね、視力、障害物にぶつかりやすくなったりとか、階段から落ちやすくなったりします。あとトイレの場所をね、把握しにくくなったり、おしくやうんちをシーツから外したりする可能性も高くなってきます。そういった意味で介護がね、必要になってきたりするわけなんですね。と3つ目は、立ち上がるのに時間がかかると。犬、ワンちゃんはね、その四肢が、四つ足がね、前足、後ろ足が弱るとしたら、まず後ろ足から弱ることが多いです。立ち上がるのに時間がかかったりとか、震えたりとかね、踏ん張れなくなったりとかするわけです。まあ、そういうね、やっぱ立ち上がるのに時間かかるとか、震えたり踏ん張れないってことは、うんちをするでも踏ん張れないとかね、なってくると、やっぱり、まあ、介護がね、必要になってきたりすることもあるってことですね。あと4つ目は認知機能が衰えてくるよと。まあ、ワンちゃんもね、人間と同じで認知症になることがあります。大型犬は8歳過ぎたあたりから、小型犬は10歳を過ぎたあたりから認知症になるかもしれないと知っておきましょう。例えばね、認知機能の低下ってね、具体的にどんな症状なのかっていう、衰えてくるってね、どういう症状なのかってことですけど、一つ目は例えば見当識障害って言って、隙間に入り込んでしまって出られなくなったりとか、部屋を歩いていて家具にぶつかったりとか、あと二つ目は寝ている時間とか起きている時間が変化する。昼間寝て夜起きるっていうね、昼夜逆転とか、あと三つ目としては名前を呼んでも来ないと。常に一点を見つめているとか、無気力、無関心って言ったりしますけど、四つ目はいつものトイレで排泄できない。粗相するとかね。五つ目は行動の変化。同じ方向にぐるぐる回ったりとか、意味もなくひたすらまっすぐ進むとか。六つ目としては急に怒って噛みつくなど攻撃的になったり。あと7つ目は、いくら与えてもお腹いっぱいにならないっていう食欲の異常があったり、あと8つ目、夜泣きするとかね。まあ、こういったのがね、認知症の症状なんですけど、やっぱり、介護がね、必要になってくる可能性が高いですよね、こういう症状があると。あと5つ目、最後、粗相の頻度が増える。認知機能の低下や視力の低下によって、トイレの場所を間違えてね、粗相の頻度が増えることがあります。まあ、なんか、ね、おしっことうんちをね、その床にねしてしまったりしてるなっていうのに気づくってことです、最初にね。でそれの原因は例えば認知症であったりとか視力が落ちたりだよってことなんですけど、まずあとは筋力が落ちることでもね、おしっこしたいからと思っても思うように体を動かせなくて、特にね夜中に漏らしてしまうこともあるよと、まあ、そういったことを症状があるようであれば、介護が必要になってくる前兆かなっていうねことです。以上ですね、解説を終わります。こういったね、前兆があるようであれば、一回動物病院に見てもらったりとかね、することで、例えば痛みを改善してあげたりとか、ちょっとでもこう、なんていうかな、こう、獣医さんの助言をもらってね、なんかこう、運動した方がいいよとか、そういったことで、ちょっとでもね、寝たきりになるのを防ぐことができたりとか、あと、ずっと同じ方向で寝てると、褥瘡って言ってね、なんかこう、骨が見えたりすることもあるんですよね。床にずっと同じ方向当たってるとね。そういったのをどうやったら回避したらいいかとか、いろんなことを教えてもらえたり、治療してもらえるので、まあ、ちょっとでもね、やっぱり年を取ったワンちゃんが元気に生きられる、お手伝いができると思うので、こういった前兆があるようだったら動物病院に行った方がいいと思います。今後もね、ワンちゃんに関する情報を発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。